ライドジャパンの三井と申します。よろしくお願いします。ライドの、ブランド立ち上がりが1992年でして、来年2012年では、ライド20周年という、まあ、素晴らしい年になります。まあ、今年はその20周年に対して、まあ、これからもどんどんあの遊びのスタイルを貫き通していきたいと思ってます。では、ライドのモデルの紹介になります。こちら DH ですね。まあ、ライドの中の定番モデルになります。でライド唯一のキャンバーモデルでして、まあライダーだとあのスラッシャントータントや、日本人ライダーだと角野勇気などが使っておりまして、まあいろんな大会とかで、まあ、優勝したりとかに、まあ、スロープ大会でも優勝っていう、まあ、実績をかざしているぐらい素晴らしい板となっております。まあ、基本的には、まあ、サイドウォールもスライムウォールっていう部分の、まあ、耐久性の部分と、まあ、あとはカーボンが、入っておりまして、まあ、フレックス的にはミディアムフレックスという、まあ、硬すぎず柔らかすぎずっていう、まあ、いろんなライダーにはとっては使いやすい板となっております。こちらももうライド定番なのでぜひ使ってみてください。でライドの中では来年新しくですね、テクノロジーがあります。ハイブリッドテクノロジーといいまして、足元のここはキャンバーがついております。通常のキャンバーはこういう円がついてるんですけども、このハイブリッドはこうちょっと一定間隔のキャンバーがついておりまして、まあ形で言うと台形みたいな感じですね。台形みたいなミニキャンバーがありまして、それを踏み込むことによってキックのテップとトールが、ロッカー形状になります。若干上がります。踏むと上がるという、こちら DH2、 もう全く新しいテクノロジーです。でそれと同じ、テクノロジーがこのアーケード ULA ですね。この2機種、全くキャンバーとロッカーをちょっと組み合わせたモデルになりますので、ぜひこちらも皆さん乗ってみてはいかがでしょうか。またさらなる、変わった、フィーリングを得られると思います。こちらアーケード ULA、まあ、こちらアーケード ULA はカービングとか、まあ、切れる、滑りになりますね。で DH2 はどっちかというとパイプやら、オールラウンド的にも使えます。この2機種おすすめです。同じようにですね、あのハイブリッドのテクノロジーではあとオールラウンド、ハイブリッドオールラウンドっていうのがありまして、先ほどと同じように、ここの足元はキャンバーですね。キャンバーがついておりまして、踏むことによってこのトップの面だけがこうグッと上がります。踏んだらトップの面だけグッと上がるので、新雪など、まあ、地形で遊ぶような形の板ですね。でこちらバザーカーっていうモデルは、まあ、ライドのライダー、ジェイク・ブラウベルトのシグネーチャーモデルです。シグネーチャーモデルなんですけども、フレックス自体は硬くないです。まあ、先ほどの DH とかと同じくらいの硬さで、まあ、ミディアムフレックスですね。皆さんでも十分乗れます。もうこちらも地形で遊ぶなり、もう新雪でももう十分楽しめます。こちらもおすすめです。レディースですね。レディースも同じように、ハイブリッドテクノロジー、先ほどのキャンバーとロッカー形状がついているタイプ、こちらが、オールマウンテン用の板になります。キャンバーがついてて踏み込むとトップの面だけが反り上がる、ファラーという女性モデルですね。これが地形型の遊びの板です。でこちら OMG、こちらも先ほどと同じようにキャンバーがついてて、トップとテール両方ともロッカー形状になる、まあ、ミニロッカーですね。若干上がるような形ですね。でこちらの方は、まあ、ライドの方の女性の中で定番となっておりまして、まあ、日本人女性だと、まあ、吉沢コズモなどが使っております。でこちらですね、今ちょっとあったかいんでわからないんですけども、あったかいところと冷たいところで実はあのオンデザインが変わりまして、冷たくなるとですね、ここら辺が出てきましたね。色が変わりますちょっとですね、今日は天気いいので分かりにくいんですけども、まあ、あの寒いところに行くとこういう模様が浮き上がってきます。まあ、これがあの特徴ですね、こちらで、OMG に関しては本当にオールラウンドに使えますんで、キッカー、パイプ、グラトリ、何でもいけます。カービングもいけますんで、レディースはこちらがおすすめです。 OMG ぜひ女性の方よろしくお願いします。でデザインも可愛いんで浮き
上がりますんで、よろしくお願いします。